栃木県道、茨城県道1号宇都宮笠間線は、栃木県宇都宮市から道県羽賀郡益子町を経由し、茨城県笠間市に至る県道である。宇都宮市から羽賀郡益子町まで国道123号と重複する。栃木県東部と茨城県中部を結ぶ重要な連絡路であり、栃木県宇都宮市と茨城県三戸市の両県庁、所在地を結ぶルートは、 この道を通るのが最短となっている。その利便性から、早くから、道路改修が行われたが、大規模なバイパス化等は行われておらず、当時主流の工法であった、既存路線の改修が主であったため、羽賀郡益子町、羽賀郡茂木町を中心に旧ーブ区間が多数存在する。また栃木、茨城県境にある仏の山峠は、 その急春さからこの路線最大の難所となっている。その起源は古く、中世に、宇都宮を治めた下津宇都宮一族の、宇都宮寺朝が笠間へ移り、笠間寺朝と名を改めこの地を治めた時代と言われる。江戸時代は、笠間川では、野州宇都宮街道を、宇都宮側では、水戸街道と呼ばれ、この道を通り、笠間から、有機街道を通って、宇都宮と水戸 人々が往来したと言われており、現在の宇都宮水戸最短ルートが、この頃から形成されていた。近世になり、1876年の大城間、布告以後国道剣道が区分され、江戸時代の街道がそのまま引き継がれて、剣道となった。1954年9月1日、新道路法に基づく、主要地方道新設の告示を受けて、剣道宇都宮水戸線となり、 1965年8月26日に現在の宇都宮かさま線となった。栃木県宇都宮市から羽賀郡益子町まで続く国道123号重複区間はもともとは宇都宮かさま線で1962年5月1日の政令による国道123号の新設時にこの区間が国道に指定された。この時、 県道宇都宮水戸線と二級国道宇都宮水戸線、種別の異なる、同じ名前の路線が一本の道路を共有するという、賃言症が起きたが前者は、区間路線名変更、後者は、東急廃止、国道番号表記に統一という形で2年ほどで、収束している。道路法の規定に基づき、茨城県内の笠間市編には笠間市石井は、緊急輸送道路として、 機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を立てることが制限されている。栃木県側では、宇都宮市街地においては沿線に、宇都宮大学や、ベルモールなどがあり、また、宇都宮市街地から同市清原地区を結ぶ役割も、あることから、関東自動車、JR バス関東により、東部宇都宮駅、 JR 宇都宮駅から本路線を通る路線バスが多数運行されている。また、同事業者により宇都宮猛火、もてぎ間を結ぶ路線が宇都宮側で本路線の一部を経由するほか、関東自動車による宇都宮増子間の路線が宇都宮増子町7位までの大部分の区間で本路線を経由する。茨城県側では茨城交通が 笠間市笠間地区で運行する笠間駅もも山線が、本路線のうち、石井神社前から荒町角交差点までの区間を経由している。交差する道路の突起がないものは、ち導、うどありがとうございます。